おはようございます。速価時間の久保です。あの、今日は4月24日。私のこのサブチャンネルからお送りする隠居 TV も、多分ね、明日と明後日ぐらいが最後だと思うんですよ。またメインチャンネルに戻りますね。まあでもこうやってサブチャンネルで放送するために、サブチャンネルの視聴者さんも少しずつ増えてくるのは、本当ありがたいことだなと思います。まあ、継続は力なりってね、前回もそのテーマでお話ししましたけども、こちらのサブチャンネルも、 育っていっていいんじゃないかなって気がしてきましたね。このままサブチャンネルでやるかなって記載しますね。はい。でね、皆さん、あの、なんですかね、こんな話よく聞いたことないんです。あの、今日が人生最後の日だったとしても、あなたは今日やろうとしたそれをするだろうかっていうね、ことなんですよ。うん。これって結構深く考えさせられそうなきっかけ、まあ言葉なんですよね。というのがね、この話を聞いたら、 確かに今日が人生最後の日だとしたら、こんなことやってないよね。人生は限りがあるんだから、自分のやりたいことをやんなくちゃっていうふうに思うでしょえ、でもちょっと待ってくださいよと私はいつも思うんですよ。確かに今日が人生最後の日だったら、やるべきことは今日予定していたものとは変わるでしょう。でも今日は人生最後の日の可能性は低いわけですよ。ってことは今日やろうとしていたことをやらせてもらえませんか <laughs> つまりね人生最後の日なのかそうじゃないのかその時期時期に合わせてやるべきことって変わってくると思うんですよそれこそね毎日が今日が人生最後の日だったらって思いながらやってったらさすがにそれはそれでネタ切れになっちゃうと思うんですよあとね、まあ、人間関係から金銭関係からめちゃくちゃになると思いますよだから私たちはある程度の目算を立てながら多分人生はあと10年か20年は続くだろうな っていう、まあ想像しながらねそうなるように健康状態チェックしたりとか貯金を残したりとか人との関係を築いたりとか人によっては就活っていう風なねまあ、死んでしまうまでの遺言を書いたりとか遺産整理をしたりとかそういうことに当てるんだと思うんですよ。なんかね一見ねいい言葉のように思いますけどもちょっと見方を変えてみるといや今日が人生最後の人は思えないから今日はこれをやるんですっていう風な真っ当な理屈があるんですよねつまりね。 あの、ネットワークビジネスのセミナーとかに行くと、あ今日はネットワークビジネス攻略法の話をするんですけどね、ネットワークビジネスなんかのセミナーに行くとね、皆さん、今日が人生最後の日だとしたら、あなたは今まで通り会社に行くんですかご家庭で主婦をするんですかどうでしょうかって聞くんですよ。そしたら、今日が人生最後の日だとしたら、こういうことをしたいですっていうのは、いろんなね、一番したいことが観客から出てくるんですよ。参加者なんから いやでもね、でもですよ。そうやって焚きつけて、だからビジネス今やりましょうって言っても、ちょっとおかしな話なんですよ。ビジネスってのは、今日が人生最後の日だとしたら、やらないわけですから。ビジネスってのは、それを構築するための前準備、実行、そして結果、プランドゥーシーチェックっていうふうに、ある一定の数ヶ月とか数年っていうスパンで計画するからビジネスなんですよ。今日が人生最後の日だとしたら、っ,ったらね、ビジネスしません。ましてや、 あなたのネットワークビジネスはいきませんっていうふうになっちゃいますからね、正直言ったら。はい。じゃあ前振りはこれぐらいにしといて、今日の本題でございます。ネットワークビジネス攻略法についてお話ししていこうかと思います。あのー、まあ、ネットワークビジネスに限らずなんですけども、まあ、ひいてはビジネスに限らず、もっと言ったらね、すべての物事については、恋愛にしても、人生にしても、取り組む前に勝負が決まっているということをよく聞きますよね。例えばね、 大学受験。受験の前にどれだけ過去問を解いたか、受験項別の対策をどれだけ立てたかで大体勝負は決まります。試験会場に行った時はもうすでに勝負が決まってるんですよ。本番に強いっつったってね、何の前準備もせずに本番だけで攻略できる人はいないと思うんですよね。はい、またスポーツです。試合の前に対戦相手の戦法とかコンディションについてどれだけ研究したかってことが重要になってきます。 ね、対戦相手によってやっぱり戦法は変わってきますからねそして対戦相手によって自分のトレーニングも変わってきますどれだけ相手のチームに対してもしくは個人に対して対処法を盛り込んだかっていうこと失敗可能性のためのリスクヘッジをどれだけしたかってことがすべてだと思いますよあとは現場に行って、えー、当たって砕けろっていう世界があるだけですだからね何の前準備もせずに当たって砕けろはねこれはないと思うんですよ 恋愛の場合も同じですよね。なんか、好きな女の子に合格しようと思ったら、相手の趣味、趣向とかね、スポーツマンが好きなのか、タレントさんみたいなのが好きなのか、それとも勉強ができる人が好きなのかとか、いろいろあると思うんですよ。で、友人関係ね、好きな女の子の友人関係などの情報を集めたかなとか、うん。やっぱり、好きな女の子の友人にも一目かかれるのに自分だったら成功する確率高いけども、 好きな女の子の友人が、なんか、キモいよね、あの子、みたいな感じで、噂してる自分だったら、さすがにね、その彼女も、あの、なんか、お付き合い OK してくれるとは思えないじゃないですか。だから、自分を恋愛家ての希望に沿うように、どれだけ変化させられたかっていう、前準備が、やっぱ大事になってくると思うんですよね。また、店舗ビジネス。ね、だんだんビジネスの話になってきましたけども、店舗ビジネスをしようと思った場合は、前準備。 オープンする前の前準備ですよ。扱う商品何にしようかなとか、立地はどこがいいかな、集客力はどうやって、えー、その店舗については扱っていこうかな、そして雇用するスタッフの力量とかモチベーションはどのぐらいかなとかね。で、ライバル店の動向調査とか、あと地域の人口動態調査ね。それからマーケットの変連とか、変籍とかね。それから仕入れ先とか取引先の選定っていう前準備がたくさんあって、 はい、今日オープンですっていうような勝負になるわけです。だから、オープンする前、現場に着く前に勝負は終わってるんですよね。で、ネットワークビジネスについても、やっぱこれ確かな攻略法っていうのがあるんですよ。でもね、ネットワークビジネスの攻略法は、間違ってもね、ついてるついてるついてるって連呼することではありません。ね、ご縁に感謝とか言ってね、まあ、いわゆる映える写真とと,ともに SNS に投稿することでもありません。そんな攻略方法はありません。で、 多くの方がそれをやってるから逆にね逆効果ですよ。またなんか気持ち悪いことやってるって思われて終わりですから。ですのでネットワークビジネスで成功しようと思ったら実はねすごく地味なことの積み重ねなんですよ。結局ここでもね地味なことっていうのが出てくるんですよ。ワンハウスさんおはようございます。今日もよろしくお願いします。じゃあさて、どのようにネットワークビジネスを攻略すればいいんでしょうか。そもそもネットワークビジネスに向いている性格とか特質ってのはどんなものなんでしょうか。 詳しく解説していきます。はい。まずはね、ネットワークビジネスとは、コンビニであるという理解が必要です。わかりますかね近くにあるセブンイレブン、ローソン、ひいては田舎スーパー、コンビニ限らずですけども、まあ私たちが地域で暮らしてますよね。その地域にあるお店っていうのは、まさにネットワークビジネスなんですよ。ね。だからネットワークビジネスって、 新しいモデルでも何でもないんですよ。古来一般的にありふれているビジネスモデル、それがネットワークビジネスなんですよ。説明しますよ。なぜならということで。じゃあ図を書きましょうかね。ここに紙がありますんで。まずね、ネットワークビジネスの形。簡単に書くと、ちょっと雑ですけども、こんな感じでネットワークビジネスってなってると思いますよ。 ネットワークビジネスの会社があって、ここに代理店があります。ここにあなたのアップラインがいますよね。それから、これからあなたがここにサインインしますよね。そしたら、あなたの知り合いとかに、この会社の商品とビジネスモデルを知らせていくだけですよ。それがあなたの仕事ですよ。終わりです。みたいな感じで、ネットワークビジネスというのをお話しされますけども、実はこの形って、コンビニと一緒なんですよ。 コンビニっていうのはセブンイレブンってところがありますよね。で、ここに問屋があるんですよ。商品をロジスティックスで末端の店舗に卸すす問屋です。ね、そこからトラックで各店舗に配送されます。これが店舗です。で、店舗ってのはお客様に商品売りますよね。で、お客様の中から新しいフランチャイズっていうお店ができてきます。はい。全く同じでございます。セブンイレブンは 問屋が多ければ多いほど儲かるんで、問屋を増やします。問屋が増えれば増えるほど、まあこの問屋ってのはスーパーバイザーと言ってもいいですけどね。問屋が増えれば増えるほど、あの、儲かるから問屋増やすでしょ。で、問屋さんっていうのは、自分のところの商品をロジスティックスで下ろす店舗が増えれば増えるほど売り上げが高くなるんで、担当する店舗っていうのを増やしたいわけですよ。で、店舗に勤めてる人は店舗に勤めてる人で、 お客さんが1人でも多くいた方が儲かるから集客を一生懸命本部と一緒にねテレビとかやるわけですよまさにネットワークビジネスなんですよこれだから何もねネットワークビジネスは21世紀のビジネスですとか新しいビジネスモデルですなんてねあんなキャッチコピーに騙される必要なくっていや昔からあるそれは販売元があってそしてそこから商品が全国に散らばっていって全国の末端の店舗がまた代理店要するにフランチャイズを増やしたりとかね それからあの新しいお客さんをどんどん獲得したりっていう形一緒でしょってことなんですよつまりビジネスって全部この形なんですよ元になる人があって起業家が創業者がいてその創業者が自分の商品を買ってくれる人もしくは代わりに売ってくれる人を増やしてるっていう活動なんですよね、まあ、そしてね、えー、ここまで見るとわかると思いますけどもネットワークビジネス攻略法なんですよ ネットワークビジネスで最も困るのが、新規のお客さんの獲得と、リピーターの獲得なんですよね。つまり、集客なんですよ。お、相川さん、おはようございます、ピューピュー。だから、集客なんですよね。まあ、集客。つまり、人を集めるのが苦手な人っていうのは、ネットワークビジネスどころか、ビジネスをやるべきじゃないんですよ。集客とか、それから、業務結果を追求されないような立場。つまり、そういう人は、作業をする人が適任なんですよね。 これ作業する人と、集客をする人と、その他企画立案営業する人がね、それぞれ立場が上とか下とかないんですよ。みんなが必要で一つの組織を作ってます。ひいては一つの社会を作ってますから、どの役割も大事なんですよ。だから作業者、ワーカーって言ってね、作業をただ、言われた作業をただ淡々とするだけみたいな人を馬鹿にする風潮がありますけど、そんなこと全くないですからね。そういう人がいるから、営業さんも、お 集中して営業の作業ができて成績を上げられますし、まあ、それからね、集客が得意な人っていうのは、集客を一生懸命できるのは、商品を作ったりとか、企画とか運営とかをしなくて済むから、そして単純作業を自分の仕事の中からもう排除できるからなんですよ。つまり私たちはいろんな役割をそれぞれの専門家としてやっているから、あのまあ相互依存関係と言ってもいいんですけども、まあ持ちつ持たれつってことですよね。で、先輩と後輩も、 同じなんですよ、実は。先輩の方が偉くて後輩の方が偉くないってことは全くなくって、会社の組織上そういう役割を担ってるんですけども、先輩はなんで先輩でいれるかっていうと、後輩が入ってくるからなんですよね。で、後輩はなんでその会社に長いこと勤められるかっていうと、先輩の姿を見てるからなんですよ。ああいう先輩になりたいな、ああいう上司になりたいなっていう憧れの上司や先輩がいれば、その新人は辞めません。でも、しょうもないような先輩とかね、く、ま、だ、あ、らない上司とかがいたら、それは 新しい人っていうのはどんどんいなくなっていくか、もしくはそういう人を追い抜いてさらに上司になっていきますからね。まあ、だから結局、その会社組織っていうのは必要な人が残って必要じゃない人はいなくなるっていう仕組みそのものであり、社会っていうのは基本的にはやっぱり同じようにね、必要な人が残って必要じゃない人が排除される仕組みなんです。ただ成熟した日本みたいな先進国になると、必要じゃない人にも仕事を与えてくれるんですよね。もしくは役割を与えてくれるんです。で 自由に生きることを許してくれるんですよね。それがいろんな形で、例えば生活保護みたいなものに当てはまったりもする方もいるんですけども、えー、結局ね、あのー、人間って基本的に生きてるだけで、えー、価値があって、こういう言い方もあるんですよ。ただ働かずにお金を使う人っていうのは優秀な消費者なんですよ。だからお店の売り上げを上げてくれることに貢献してくれるんですよね。だからお金を稼がずに使う人、使うだけの人も必要だっていう、ね、考え方もあって、まさに基本的には 小中高生なんていうのは、まあ、基本的にね、お金稼がずに使ってるだけでしょ。でも、社会をぐっと支えてくれるわけですよ。で、小中高生を養うお父さん、お母さんみたいな人がいて、で、えー、全体的な社会構造を担っているから、家庭ってのは結構ね、社会的には信用があったりするわけですよね。まあ、他にもいろんな切り口があるんですけども、あまり言うとね、誤解読みそうなんで、この辺にしときます。はい。清美さんもおはようございます。おはようございます。昨日雨が降らなくてよかったです。はい、昨日むちゃくちゃね、運動会楽しかった。 本当に。山とくもね、もう帰りたがらなくても、あーってだだこらてましたね。またお話しさせていただきます、えー。今日は雨になりそうですんで、お店、そうですね、休みですね。セラピンも忙しいということで、はい。あお疲れ様でございます。さすが、清美さんね、うん。やっぱり清美さんってのは、多くの方に求められて、えー、本当に素晴らしい人生を送ってらっしゃると思います。えー、っとはい。そしてですね、えー、ネットワークビジネスに関わるならまさに、 商品やビジネスモデルは二の次でですね。ましてや、白衣を着たドクターがなんか進めていたりね。芸能人が広告となっているみたいなことは別にネットワークビジネスではそんなに重要なことではないんですよ。お,<ー>お、茂みさんもおはようございます。今日は雨だそうですよ。つまり何が大事かっていうと、ネットワークビジネスの攻略法は当たり前すぎる当たり前なんですけども、自分が集客できることだけなんですよ。ね。そして集客ってのは何だってことをこれからお話していきます。 まあ集客で困らないようにするためのコツっていうのは、集客に必要な能力っていうのは、人のニーズに応え続けることなんですよ。ね。つまり、ネットワークの構築という人間関係のビジネスが、ネットワークビジネスの真髄なんで、攻略法であるんで、だから、もうあなた自身、私自身、自分自身の人間が問われているんですよね。だからこう、会いたい自分になっているか、 あなたの話が聞きたいですっていうふうな人間になっていれば実はこんな商品があってこの代理店ビジネスを私やってるんですよっていうふうに最初っから言えるんですよねでも自分がネットワークビジネスをやってるよとかこういう代理店をやってるよっていうことを言いにくいってことはもう結局そういう関係になっちゃってるんですよ私はビジネスの話しますよっていうふうにいつも思われていてそれでもいいよっていう人間関係が囲われていればこれはビジネスってうまくいくんですよ 例えば今日清美さんたこ焼き屋さんやってますしセラピーもやってますけどもそれ普段から私はセラピーやあのお店をやってるんですよっていうのをね別に嫌がる人いないですよね。もちろんねなんかゴリゴリに捕まえてね必要ない人に「あなたはこれを買いましょう買いましょう」って言ったらそれは嫌がられますけどもでもどっちかっていうと今日はね例えば例に出して清美さんなんてのは「いや実は自分も清美さんになんかねセラピーやってもらいたいんだよね」とか。 ヒョミさんのたこ焼きはちょっと行ってみたいんだよなって自然に思われるわけなんですよ。だからこういう人はその集客に向いてるっていうかね、ネットワークビジネスに向いてるかなと思うんですよ。つまりは普段の生き方がどうなんですかっていうことが問われているんですよね。で、ネットワークビジネスをやる以上は、ネットワークビジネスを紹介することをためらう必要はないんですよ。堂々と自分の判断でやっていて、で、自分がやること、 はまあ、賛成はしないけども買わないけども参加はしないけども頑張ってねっていう関係を維持してればいいわけなんですよね。でよくねネットワークビジネスで人間関係を壊してしまったっていうふうに思う人とか言う人っていると思うんですよ。まあ、こういう話よく聞くと思うんですけども、まあ、これもね、まあ、ちょっと言ってみれば自分には全く反省するところがないんだよとこのビジネスのせいなんだよっていう考えの定義のいいビジネスへの責任転嫁なんですよね。 私はビジネスに失敗して借金を作ってしまいました。ビジネスが悪いなんて思わないわけですよ。そのビジネスの運用の仕方が悪かった自分の事前準備不足なんですよね。うん。だからそういうふうに私も思いながら30代は全てビジネスは全部マイナスで終わったんですよ。<laughs> 40代からね、全然違うようなあの失敗をね、ただでしてきたわけじゃなくて、どうやったら失敗するかを10年かけて身につけたっていうね、今ではちょっと後付け解釈するんですけどね。で、 ネットワークビジネスに参加した人の100人中100人とは言わないんですけども多くの人がそれによって人間関係を壊しているとしたらねそれはビジネスの責任であると思うんですよでも実際そんなことないですよねでやっぱり人間関係構築に失敗したその人自身の問題なんではないかなと思うんですよね私はそういうふうに思うんですよねでもこう言うとねこういう反論も当然来るんですよいやそうは言ってもね久保さんと このビジネスはさすがにそのモデルが悪かったんですよ。自己責任っていうふうに久保さんみたいに言うのはちょっと言い過ぎなんじゃないですか。これはね、ビジネスモデルさすがに悪いですよ。だから私が失敗したのかしょうがないですよっていう人もいるんですよ。じゃあその人にまた聞かないといけないんですよ。じゃあなんでそんなビジネスモデルの悪いネットワークビジネスにあなた参加しちゃったんですかってでそこまでわかってるんだったらなんでサインするんですかって話なんですよね。そんなに悪いビジネスモデルなのにどうして参加したんでしょうか そうするとこういう反論も当然来るんですよ。いやいや久保さん、参加したときはそのビジネスモデルがそんなに悪いとは思わなかったんですよ。参加して分かったんですよ。そこは仕方がないじゃないですか、久保さん。っていう人もいるんですよ。で、これについてもちゃんと答えがあって、だったらそのビジネスモデルが見極められるまでは参加しないようにするべきなんですよね。だって、どんなビジネスモデルか分かんないから参加しました。それは参加するのはいいですよ。でも、それを人に勧めたり商品売るわけでしょ。 取れないリスクを取れば危険は自分自身直結してくるわけなんですよ。そしてこうやって自分でも理解できないビジネスモデルに参加すればお客様にも不誠実になるんですよね。だから自分から始まったお客さんとか代理店さん、ダウンラインにもサポートができなくってやっぱ信頼関係を壊す。つまりこれが人間関係を壊すもとなんで結局どこに問題があったかっていうともうよくわからないビジネスに参加した自分。もしくは 良いビジネスモデルだったのに自分がそれを扱いきれずに悪い結果を残してしまったという自分っていうふうになっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。えっ、ー、と、お清水さん、すごい。昨日のクライアントの方は YouTube で私を探してこられたんです。まあそう来なくっちゃね。やっぱ YouTube の力ってすごいっすね。うん、よかった。はい。清水さん、ああ、おめでとうございます。でもお疲れ様でございますんでね。えー、頑張ってください。まあちょっと今日はね、たこ焼き屋さんに行けないのは残念ですけども、来週よろしくお願いします。 えと吉見さん、おはようございます。昨日はお天気を味方につけて思い出のある場面に新しい1ページが加わりました。いやー、すごい昨日良かったですよ。ちょっとね、お見せしたいくらいですよね。昨日のね、山和くんの活躍ぶりを。ね、なんかね、スタンプラリーとかやってきたんですけどね。そうだなーどれがいいかなじゃ楽しそうなお食事の場面をちょっと見てもらおうかなぁ。まあ、こんな感じですね。 お昼ご飯を食べてるところでございます。あの、ちゃんとレジャーシートを引いてね、お弁当を一緒に食べて、うん。お弁当作っていきました。楽しかったな。なんかこの、遠足って楽しいですね。子供の遠足をお父さんお母さんから見ると楽しいですね。まあ自分の遠足の時はね、そんなになんか思い出に残らなかったんですけど。はい。じゃあちょっとね、 今日のテーマの話に戻らせていただきますけども、ネットワークビジネスに限らず、まあ、ひいてはね、ビジネスに限らず、すべての物事については、取り組む前に勝負が決まっているっていうふうに私はやっぱり思うんですよね、うん。かわいいですね。ありがとうございます、清水さん。<laughs> また来週お連れします。だから、ビジネスとか恋愛とか、なんかね、アクションすると思うんですけども、それまでにどんな準備をしてきたんでしょうかってことですよね。 その準備には、例えば、活動資金の準備もいると思いますし、それから活動時間というのね、時間の確保もありますよね。なんか FX の教室しますよって言っても、FX の授業に出る時間が確保できないんだったら、やっぱ参加しても、ただお金が無駄になっちゃうだけなんで、ちょっと様子を見た方がいいかなってことになっちゃいますし、やっぱこうビジネスをするときってね、ネットワークビジネスもそうなんですけども、情報収集をどういうふうにするかってことができてないといけないし、その反対で、 情報発信、発信媒体をどういうふうに構築してきたかっていうことも関わるんですよ。発信媒体が全くないのに、ネットワークビジネスなりビジネスなりやっても、誰にも商品売れないっていうことになりますので、ある程度自分が普段から何かね、商品とか、あビジネスの紹介をした時に、聞いてもらえる地盤ってのを普段から鍛えていく必要があるんですよね。だから媒体を作る YouTube とかね、ライブ放送とかもやっていく必要があるんですよ。あとは、モチベーションの準備もしないといけないです。自分のモチベーションね。 例えば、ネットワークビジネスに参加するときに、このビジネスはすごく自分にとって合ってるよとか、あと目標する金額があって、それの金額を稼ぎ切ったら何かをするみたいなモチベーションですよね。そして同時にそれは自分が紹介する、えー、新しい代理店さん、ダウンラインにもモチベーションの確認をしてあげないといけないんですよね。あなたどうしてこれ参加しようと思ったの何を目標なの失敗の可能性もあるけど、そっちについてはどう思うみたいなことをね、ちゃんと聞いてあげないといけないんですよね。で、目標が決まったら期限も決めないと。 期限ねいつまでそれをやるのかいつまでに成果が出なかったら諦めるのか離脱の時の設定もしないといけないってことなんですよここまで準備しといてネットワークビジネスしようかなしまいかなっていうふうに契約書を目の前にねサインするかどうか決めるわけなんですよでまたですねネットワークビジネスに人を勧誘した時に勧誘する時勧誘された時か自分がネットワークビジネスに勧誘された時にこんな例え話を聞いたことがありませんかってことになります その例え話っていうのは、実際に事業や店舗をしようと思うと、初期費用が何百万とか何千万とかがかかるんですよ。回収期間も10年とか20年になっちゃうんですよ。でも、今回お話しするネットワークビジネスは、初期費用は数万円とか数十万ぐらいで済むんです。回収とか1ヶ月とか2ヶ月ぐらいでできそうですよねっていうふうにして、モチベーション高めてくれるんですけども、でもね、私に言わせると、これだけでは不十分なんですよ。 あのビジネスの初心者だったら今のお話だけで確かになって思ってしまうでしょ。でも実際にビジネスをいくつも経験してきた立場から言わせてもらうと企業とかね店舗を改善するってことには資金以外にも取り組む事前準備が山ほどあるんですよ。でそれをせずにお金のことだけでこっちは何十万とかね何万円で済みますよ。こっちは何百万もいりますよ。何千万もいりますよっていうのは金額の比較だけで人をその気にさせてもちょっとこれは意味がないなと思うんですよ。 もう一回言いますけども、事業をしようと思ったらね、ネットワークビジネスだろうが、店舗ビジネスだろうが、店あの会社運営だろうが、活動資金、活動時間、情報収集、情報発信、モチベーション、目標と期限、そして離脱の時の判断、設定、こういうのを緻密に組んだ上で、じゃあビジネスしますか、しませんかっていうふうなサイン、契約書を前にしないといけないんですよね。で、 こういう話をね、素人主催のネットワークビジネス、ネットワークビジネスのセミナーではなかなかしないんですよ。素人なんで。だからお金の比較だけでサインしましょうみたいになってくるんですけども、実際にはお金を払ってビジネスをスタートしても、その他の様々な事前準備が膨大な量必要なんですよね。やっぱこう、家族への理解とかね、それからどのくらいだったら活動できるのかとか、 自分の人間関係でつながっている人はどのくらいの商品だったら買う力があるのかってことをちゃんとリサーチしておかないと商売始めたのはそれでね始めるのは自由ですけども簡単に始めれるんですけども続かなくなっちゃったり無理して人に買わせたりとかねめちゃくちゃなことになってくるわけなんですよねだから人間関係壊れた上に儲からずに終わるってことになるということになりますで今日のテーマなんですけどもネットワークビジネスの攻略法っていうのはどうやったら失敗するかってことを様々お話ししてきました そしてどうやったら攻略できるか、ひとえにネットワークビジネスといえども、ビジネスなんで、集客力があれば全部 OK ってことなんですよ。ネットワークビジネスは人間関係のビジネスですから、自分が集客した人にきちんと責任を持って情報,集情報発信していくことができれば、そこそこの結果が残せるんじゃないかなと。同時に、自分が離脱するときをちゃんと宣言して、そのときに辞める判断ができるかどうかですよね。 そういうふうになってくると思います。必ずビジネスには機種と期末ってのがありますから、あの成功して終わるのか、もう資金的に行き詰まって人間関係が壊れて辞めるのか、その二つ一つしかありません。だからうまくいってる絶頂期に辞めるのがベストなんですよ。うまくいってるからって続けてはビジネスはいつか失敗して終わるってことになりますんで、用心していただきたいかなと思います。はい、じゃあ以上ですね。ありがとうございました。<laughs> かわいいでしょう。<laughs> ありがとうございます。他の写真もちょっと見せながら、 今日は余韻を楽しませてもらいますね。うん。ね。大和くんが食べてる顔はこんな感じですね。<laughs> で、これさっきのね。で、家族でレジャーシートを引いてるところでございます。で、大和くんがあ動物園のなんか特設ステージをね、うろうろしてるところ。で、こうやって特設ステージをね、うろうろしてますね。 これペンギンさんがね、顔を出したところに手を振ってるんですよ、ヤマト君が。<laughs> ペンギンさんがここにいますけどね。ここでペンギンさんの水槽を歩いてます。もうね、暑くてね、顔が真っ赤になってますね。で、階段を元気に降りてます。これはね、向こうにいるピューマに手を振ってるところですね、ガラス越しに。猫猫って言ってますね。<laughs> これは、あと、下の方にいる、なんかピューマですね。やっぱり手を振ってますね。なんか四角い木箱の中にうずくまってました。で、これは、2階に上がって、下を眺めようとしているところ。で、これはね、ライオンの檻なんですよ。で、ライオンの檻の一部にこうやってね、ガラスが貼ってあって、ここからね、顔を出して見えるようになってるんですよ。この防弾ガラスみたいなところ越しに。 えこれもおと、四角い部屋の向こうに、えー、っと、なんかその、猿の、なんか、部屋があって、それをなんか見れるんですよね。ガラス越しにこうやってね、見えるというね。これはヤギかなヤギを眺めているところですね。これは黒い馬を、ポニーを見てます。これ、帽子もかぶるようになってるんですよね、最近天竺ネズミの、 小屋に行きましたね,これはねまだまだ写真がありますけども、まあ、50を前にしてねこんな素敵な日々が送れるなんてね嬉しいですね昨日はね動物園でスタンプラリーがあってこれちょっと裏返っちゃってますけども動物を見に行ったらその動物の前に先生がいてねでシールをくれるんですよで6個揃ったらコンプリートっつってから大きめのシールがもらえるっていうふうなそういう風な あの企画も先生たち考えてくださってね楽しく親子で回れました1時間半いただいていたんですけども大和くんと一緒にねもう生き慣れた公演だったんですけどもゆっくりと1時間かけて回ってでもう汗だくになっちゃってね、うん、それでまあお昼広場に、えー、シートを引いて、まあ、いろんなお父さん方お母さん方と関わりながらあのお昼を共にしたって感じですかね でね、手弁当を作っていくっていう、まあ、私の時代なんでそれが当たり前だったんですけどもやっぱ今ね、あのー、こうやった幼児教室とかに行くとお父さんお母さん20代とか、まあ、30代ぐらいの人で、まあ、埋まってるんですよ、あのーまあ、コンビニのおにぎりとかパンとかそれが出来合の弁当が圧倒的に多くてで、手作りの弁当もね一部いらっしゃったんですけどもうん まあでももう時代が変わってね、それがスタンダードなんだなと思いましたよね。以前はね、なんかその作ったお弁当をなんかこう、お裾分けし合ったりとか、お弁当の出来栄えの心の中の勝負があって、何々ちゃんのお母さんはお弁当すごく上手だな、みたいなたあもっともっと勉強しないと、みたいなたね。なんかそんなんがあったりとかしたんですけども、今はね、そんなんないんですよね。あの、どっちかったら弁当ってのは買うもんっていう意識が強かったり、うん、なんか、 お弁当を買うことはね、なんか手抜きみたいな風潮がありますけども、私はお弁当を買うの手抜きだと全然思わないんですよ。なぜなら、お弁当を買うためにはお金が必要で、そのお金を稼ぐために働いてるってところでは、エネルギーは傾けてるわけなんですよ。ただ、先入観として、手作りの弁当を作ることによってね、お父さんお母さんが。あの その運動会とか遠足がすごくものすごくいいものになるかなって気はするんですよ。なぜならお弁当を作ってる時にあこれ食べてくれるかなとかあちょっと彩りが悪いなっていろいろ考えて作るじゃないですか。それが何よりも子供には伝わりにくいけども最高のプレゼントになるんじゃないかなと思うんですよ。で私も弁当をね作る時って思うんですけどもあこうやってなんかいろいろ考えてもらって作ったなと楽しいなとか思いながらやったりとかたまにはねお弁当の写真撮ってね SNS にアップしてみたりとかね。 そんなこともあるんですけども、私の大好きなお弁当って自分が食べる分には日の丸弁当なんですよね。お米が敷き詰めだって梅干し1個みたいなのがね、なんか男らしくって好きなんですけどね。おかずがね、チャラチャラ入ってるのはあんまり好きじゃないんですよ、実は。<laughs> なんかね、まあ、危ない思想に染まってそうですけども。でも、あの作る弁当ってのは、もう腕によをかけてね、なんかその食材を20種類ぐらいこう入れて、カラフルなねあの、お正月のおせち料理みたいにデザインしたいんですよ。 で、ご飯も3食くらいに分けてね白ご飯とごまご飯とそ,ろぼそぼろみたいな感じで3食に分けて作ってみたりとかねパカッと開けた時にうわーみたいにね感動させたいなぁと思ってお弁当作るのは大好きなんですよ。まあ私はお弁当はね日の丸弁当が一番ねこう武骨で好きだなっていうところありますけどもあのやっぱこう女の子に作ってあげたりとかねだから子供に作ってあげる時はそういうふうなお弁当にしてますね。 はい、の奥さん、おはようございます。皆さん、法人作って動画に申しますが、ようやく法人講座解説できました。おおこれで永久継承、創造ができる。うちは6月30日で先行会員募集がある法はしないシステム。うん。いいじゃないですか。やっぱ法人作るとね、事業が始まったって感じしますよね。私はね、ネットワークビジネスに参加する人も、法人とは言わないけども、開業届を出すことがすごく大事だと思うんですけども、なんか案外ね、ネットワークビジネスとか代理店ビジネスって人って、 開業届を出していなかったりね、挙句にはね、確定申告に意図して入れてなかったりするんですよ。これ脱税行為ですからね。すべての利益には納税の義務が発生しますんで、きちんとやった方がいいですよ。だからそういう意味でも、ネットワークビジネスだろうがね、メルカリで転売しようが全部事業ですからね。その意識がない人が、なんかその、副収入とかやっちゃうと、それは失敗しますよって話なんですよ。だから売上が年間で0円。 私なんで今ね、年間ずれるの売り上げの法人もあるわけですよ。もう輸入やってるところなんて全然ですからね。で、会社維持の経費だけ、毎月かかってる顧問の,あの支払いとかかかりますんで、結局年間百数十万出ていくるんですよ。売り上げゼロでも。でもそういうところでも、ちゃんと法人を作ってるわけなんですよね。で、そのくらい事業って売り上げが立とうがマイナスだろうが、やっぱりことを成している事業なんですよ。企てなんですよね。なりわいなんですよね。 それに対して売り上げが上がってるのに納税しないとか確定申告しないとか、サラリーマンの副収入雑所得で入れないとかね、一時所得に上げないとか、やっぱりちょっとお金に対しては、あの、真面目にやった方がいいかなと。確かに学校では教わってこなかったかもしれませんけども、お金のことなんてね、別に学校で教わることじゃなくて自分で学ぶことだと思いますからね。特に稼ぎたいって思う人がお金について学ばないとか、ビジネスについて学ばないっていうのはどういうことやと思いますよ。それは失敗して当然だと思います。 だからそのためにもね、この放送を通じて、ビジネスってのはどういうことなのかとか、お金に対してどう考えていけばいいかってことをね、えー、今日もお知らせしてるわけでございます。ちなみに J コスメについて、また今日も情報更新したのを、またお流ししますんで、3年以上前から即可塾に関わりのある方はね、J コスメのこと、きっと、ちょっと興味があると思いますんで、えー、ご覧いただければと思います。今日の配信で J コスメの非公開動画がまた上がっております。 えっと、清美さん、手作りお弁当の時代も終わったのですね。うん、手作りお弁当っていうのは多分ね、あのー、もう専門業になるんじゃないですか板前とか。ほら、魚を三枚おろしにできる人って少ないと思うんですけども、それと同じ部類に入ってくると思うんですよ、まあ。お弁当はスーパーで買って全然いい時代だと思いますしね。うん。で、お弁当を作ることによって子供に与えられるものもありますので、それはそれぞれの家庭の教育方針だったりとか、 お弁当をね、あのー、業者にお願いするっていう方法もありますし、自分で作るのもあるし、お店で買うのもあるし、でも、そのお弁当を食べながら子供たちとどう語らい合ったかとか、どんな思い出を残したかっていうところは、きっと、その過程じゃないと、親子じゃなくてできないことなんで、あのー、お弁当ね、作ったら作ったでネタが増えるからいいですしね、それによって、あのー、やっぱこう、感謝とか、喜びとかってのも増えるんでしょうけども、 でも、お弁当を作る作らないだけでね、うん、壊れる過程なんてのはないと思いますから。まあ、もし壊れるとしたら、弁当がいつもなんか、五百円玉だったよとかね、弁当はいつもパン買ってねえとか、あとはコンビニの弁当だったよってことで、腐るぐらいの教育しちゃダメですよね。そこにもちゃんと、親から子への愛情があるっていうふうに、うん、思わせないといけないし、まあ、コンビニ弁当にね、昨日もお話したと思うんですけども、コンビニ弁当に冷たさを感じる人は、何にでも冷たさを感じるんですよ。 でも、コンビニ弁当だって確実に誰かが企画して作って、運搬して販売して、いろんな栄養素を考えて、で、コンビニ弁当の食材を作ってる人は農家の人が一生懸命働いてっていうふうな人の愛がそこに詰まってますからね。で、そういうことを伝えていくのが家庭教育かと思いますけども、いかがでしょうか。えー、っと。あ、相川さん、帰るまでが遠足。弁当作りから遠足。まあ、そうかもしれないですね。 あやっぱり弁当作ったり、お弁当箱を探しに行くのって面白いんですよ。今日ね、実はね、山戸くんのね、水筒をね、探しに行こうと思うんですけども、やっぱ面白いんですよね、そういうのがね、私はね。めんどくさいとか思わないんですよ。それこそ出かけるたびにペットボトル買ってきゃいいじゃんっていう発想もありますけども、その楽しみもあるんですよ。ペットボトルをこうやってね、何にしようかなって選ぶ楽しみにね。例えばこうやってね、清美さんのお店の前の自動販売機にはこの、カレーな気分っていうね、カレーのなんかね、ドリンクがあるわけですよ。これ自動販売機で出てくるんですよ。 なんかコカ・コーラの自動販売機から。<laughs> っていう楽しみもあるんですよね。あの、ワンコインで買えるようなね、ジュースにも。楽しみがある。でも飲み物を、なんかお茶とかを作って、蜂蜜レモン作って持っていくっていうところにも喜びもあるし。まあ私の幼い頃はコンビニなんてなかったですし、それこそね、お弁当は作るものっていう固定概念から始まってますそれがだんだん壊れてきて、あれから40年ぐらい経って、 あの、お弁当を買っていこうみたいなね、カジュアルな選択もできるようになったってことだと思うんですよ。えー、清水さん、ノクさんすごいおめでとうございます。ね、すごいですよね。あやさあちゃんおはようございます。あやさあちゃん、また、昨日もあやさあちゃんの動画を見てしまいました。なんかあれですね、日高さん来てるみたいじゃないですか。プラス、なんか私と同じ名字の方も <laughs>、よく参加されてるみたいですごく、 いい関係が生まれてるなと思いますなんかね、その日高さんが私の動画から、あの、何ですうかね、あのやさちゃんのところに行ってるっていうのがすごくいいですね。まさに YouTube がね、いろんな人のうねりを作ってるということで、すごい YouTube にはリアリティがあると思います。人間のこのね、人間交差点というかね。はい、ノックさん、個人事業主としては開業届を出していましたが、法人格のが MLM 会社のルールも有利。そう 世の中も法人が有利。そう。個人事業主は個人とそれほど変わらない。そう。あのー、やっぱりね、法人は、結局作るのも維持するのもお金がかかるんですけども、有利なんですよ。やっぱ法人は。事業してると、法人作る法人格を持つことが絶対的に有利だっていうのがわかるんで、だから法人の選択になるんですよ。まあ、合同会社でもね、最近はいいと思いますけども。でもやっぱ法人が有利ですね、日本は。アメリカもそうだと思いますけども。うん。 法人が有利です有利だから法人っていう仕組みがあって、でかい会社ほど法人を使ってますからね。で、なんか、Google とか YouTube は法人じゃなくってね、えー、なんか M、何、LCC とかでしょ、うん、だからあれは、日本じゃない、アメリカでもないところで、その事業格を取ってるからそうなんですよ。だから断片的な比較をしちゃうとね、罠にはまりますんで、まあ、一言で言うと、日本ではビジネスするんだったら、経費を払ってても法人作るのが有利。 で、法人の経費が払えないものは、もうもはや事業としては、ちょっとね、ちっちゃいと思ったほがいいですね。悪いとは言いませんけど。だって法人格持って年間100万とか200万かかったとしても、それ以上に稼ぐつもりでビジネスは楽じゃないですか。だから年間でね、やっぱりね、30万とか50万しか稼げないようなことをやっちゃうと、確かに法人格は負担になるんで、個人事業主みたいなことになりますけども、うん、それはそれでバランス取れると思うんですよ。だけども、その代わり恩恵は少ないです。恩恵は。 うん、だからそれもリスクリワードですよね。法人っていう経費を払えば、それ以上のリスクリワードで、リターンが大きいんですよ。まあ、ここ2、3年で言うと、築地支援金っていうのは、法人格を持ってることによって、最大マックスで出るわけなんですよね。それこそ毎月毎月保障されますからね。毎月20万とか言ったら、結構おいしいっていうかね、あの事業は止まってるわけですから。事業が止まっていて、業績がないのに、まあ、入金はあるみたいなね。 で、その入金、売上げっていうかな、20万円の給付金に対して、20万とか100万の給付金に対して、売上げがゼロなわけですよ。でも事業してると、売上げが100万のうちに、利益っていうのが、例えば30万とかって感じで、経費がかかっちゃうんですよね。でも、給付金って経費がないんで、ダイレクトなんですよね。しかもそういった給付金ってのはたまにしかないですけども、補助金、助成金っていうのは、常に出てますからね、年間で1000種類ぐらい出てるんで、 もらおうと思ったら、隅から隅まで、助成金、給付金でやっていけるんですよ。まあ本当、助成金もらうためだけに法人作る人もいるぐらいですからね。私はとてもやらないですけど、そういうことは <laughs> ちゃんとビジネスで稼いでいけるんで、そんな、いちいち書類を作るのに一生懸命とかやる時間はないです。はい。ノックさん、ありがとうございます、清村さん。あいさちゃん。明日は遠足です。そうそう。ね。あいさちゃんも遠足でしたね。昨夜あまりにも身勝手すぎる言葉でぶち切れブチてしまいました。 怒鳴り倒してしまいました。うん。わかります。ありがとうございまそういうことってあるんだろうなと思いました。あのー、本当そうですよね。あの、清美さん。うちも主人も10年以上前に立ち上げた合同会社なんです。法人税もかかりますが、潰れずに頑張ってます。すごいですよね。だから清美さんもね。うん。だから清美さんのビジネスも、やっぱこう、しっかりと筋が通って芯がしっかりするから続いてるんだろうなと思いますし、やっぱご夫婦でね、 だからね、どっちかが反対してったら、それはそれでうまくいかないですからね。で、反対の大きな理由が、事業に赤字が出ていたりとか、事業によって健康的な疾患がある場合とか、時間がなくなっちゃったりとかね。で私は、あの、今の奥さんと知り合った時、麻雀店やってたわけですけども、知り合った瞬間に、これやめないでいけんなと思いましたね。麻雀店は1日16時間も勤務してますし、 タバコの煙にままみれてね服から髪からら髪ベベベベトベトトトにになりますベトベトになるんですよ本当ニコチンでもうなんか臭いっていうレベルじゃなくってなんか粘着性のものがついてるんですよでお風呂に入っても取れないですね当然健康的にも悪いし食事はあんまり取らなくなるし太らないんだけども不健康に痩せていくというね衰弱していくパターンですねまああとお金にもなんなかったんで <laughs> はい。えー、あやさちゃん。日高さんが遊びに来てくれています。相変わらず、死んでないです。<laughs> 怒ってやってください。はい。えっ、ー、と、のクさん。まあ、合同会社もね、結構今はいいでしょうね。だから、ビジネスによっては、あの、合同会社がいいと思うんですよ。私の場合はね、店舗があったんで、法人にしましたけども、店舗がなければ、私も合同会社にしたかもしれませんね。今のような、あの、YouTube 中心のビジネスの場合はね。えー、ジュさん、どうもおはようございます。 売り上げ、勉強が必要ですね。勉強はね、いるんでしょうね。もう私は大して勉強しなかったんですけども、なんか運よくね、あの、こうやって毎日 YouTube しても大丈夫なぐらいのところになりましたけども、これは珍しい例なんで、ちゃんとビジネス攻略しようと思ったら、やっぱりね、淳さんの言われるように、勉強を積み上げていった方がいいと思います。それこそ、小学校、中学校の勉強もかなり必要になってくると思いますし、先日もお話ししましたけども、数学的な思考法と、国語、 力にによよるる読解っっててのは必要になってくるんですよで私はそういうのなかったんで、全然。単なるノリと流れでね、今みたいになったんで、まともな勉強していなかったといえばしてなかったんですけどね。特にインターネット自体の勉強なんてね、50を前にした私がやってるわけないんですよ。だから本当なんか、体験とともに身についてきたものだけでなんとか乗り切ってきて、その代わり YouTube は2万本やってて、ライブは5000回以上やってますんでね。それからサポートしてきた方っていうのは1000人以上ですから、 その中で積み上げてるものは、うん、デスクワークで勉強したものに匹敵したんだよな、かろうかっていう風な気はしてますけどね。はい、えっ、ー、と、ノクさん。日高さんはご自身が動かないとどんな良いビジネスでも、そう、そうですね。うん。清水さん、主人が仕事をしやすいにしてくれました。ちゃんと税理士も入ってます。えー、すごいですね。そうでないと続かないですもんね、やっぱりね。愛さちゃん、ノクさん、日高さんは来週、ジャスミン茶とチョコを彼女に渡してみるらしいです。さて、実行されるのか。 あのー、あやさちゃんね、あやさんもライブで言われてましたけど、失礼しました。あのー、今日のテーマでもありますけども、事前準備とかね、大げさな言い方したらマーケティングリサーチって非常に大事だと思って、彼女が何を求めているかとか、彼女は何に対して嫌な気持ちがするかっていうことね、でもこう、彼女の周りの人間関係から察することっていうのは、好きな人に対してアプローチするんだったら、まあ、やらなければならないことかもしれないですよね。 で、日高さんの場合はタバコを吸われてるんでタバコを吸う40代をどう思うかってことはねやっぱりなんとか彼女から聞き出していってそれによってまあ少なくともタバコはやめた方がいいかなっていうところはまず第一に取りかかることかなとなんかおせっかいながら思うんですよね。どうなんですよねだからジャスミン茶やチョコを渡すってのは悪くはないんですけどもじゃあ。 日高さんが何を提供するかってもらったらちょっと違って、買ってきてはいっていうものですから、気持ちが伝わらないでもないですけどね。そこら辺から始めたらもういいのかなと思いますけども。いや、わかりませんけど、私が日高さんの立場だったらっていう前提になりますけども。うん。私だったらちょっとね、別のアプローチになるかな。まあ、私だったらってことなんでね、日高さんじゃないんでね、回答が。 同じにならなくてもしょうがないんですけど。じゃあ、この辺にしときましょう。日高さんに関しましては。えっ、ー、と、清美さん。先生は勉強、もはやする側ではなく、教える側ですから、リスペクトしていますあ。ありがとうございます。実は私ね、自分のお伝えしたことによって、熟成んがどうなるかによって学ばせてもらってるんですよ。で、最近でしたらね、ストーンさんの株スクールが始まってますけども、あれもだから、つい半年前までは、YouTube で発信もしたことがなかった方なんですよ。 でも、YouTube の発信が習慣になって、今年から稼働部に参加していただいて、で、稼働部のカリブのキュラムが終わった頃には、自分のスクールの運営始めてますよね。で、YouTube のチャンネル登録も100人もいなかったのが今300人を超えてますしね、このわずか数ヶ月で。あと、再生数もぐっと上がってきてまして、あの、株の相場解説してますけども、これだったらスクールの生徒さんが何人か入るよねっていう風なアクセスにはなってますよ。だからよくやってくれました、あの、ストーンさん。 ああいうのを見ると、あ、伝えてきたことは間違えてなかったなって思うのと、使えたことをちゃんとやってくれてるなと。うん、伝えられたな、受け取ってくれたなっていうので、一、まあ、つ私の勉強になりましたね。えー、っと、あやさちゃん、タバコやめる無駄毛、えー、処理はマストです。うん。これはね、あの、どんな例えを用いればいいのかなと思って私一つ思ったんですけども、 靴を履かずに靴下も履かずに靴も履かずに彼女の前に行かないと思うんですよそのレベルでタバコをやめるっていうのを考えた方がいいし無駄毛処理をした方がいいと思うんですよねだからもはや靴をはえ履くか履かないかってレベルぐらい当然のことのようにタバコをやめて無駄毛処理をした方がいいと思いますね私はねこれはあのほとんどの男性に言えるんですけども あの、なんかね、女性には美しいものを求めるんですよね、男性は。でも自分が美しくないってのはどういうことやと思いますよ女性は美にすごい敏感で投資もしてるんで、自分に対しての美に対してもかなりね、責任を持ってますし、同じレベルで男性も見てきますからね。あ、この人、自分の美しさとか、綺麗さに無頓着だなと思ったら、まあ、二度と恋愛対象になることはないのかなと思いますけども。どうなんですかね。私もね、その清潔とか清潔感とかね、 ものすごく大事だと思うんですよ。特にそれは女性の前に立つための、その、経緯だと思うんですよね。まあ自分は汚くても自分自身なんでいいんだとかね。俺のそんな外見で判断しないような人がいいんだとか、勝手な理論を振りかざしますけども、40過ぎた人間こそ、見た目にケアができないと、それダンディーな男じゃないなと思いますよ。あ、ちなみに、ノックさんなんか、フェイス o ックになんかあれですね、写真上がってましたね。かっこいいっていうか、あれ、ノックさんあれじゃないですか。最近私ね、 あのカンフー映画ばっかり見えるんですけども、香港の映画スターみたいに見えますね、ノックさんはね。だからちょっと今度ね、こ,こんな感じでこんな、こんな感じでちょっと映ってみてください、こうやって。<laughs> カンフーのなんか、香港のカンフースターみたいですよ、ノックさん。<laughs> はい、えー、んちゃん。最近はネット通販買い物してますかもう毎日むちゃくちゃしますよ、私はね。あの月間でね、数十万円ぐらい買い物するんですよ、ネットで。 めちゃくちゃゃく買います、ねまあそれはあの事業のためでもあって買うんですけどもねちなみにこういうのも買ってますキャラメルしゃべりすぎるとね喉が痛くなるんでこのキャラメルをねかじると粘膜が復活するというねいただきます清水さん皆様にお知らせです お会いであのペーパーの本ができましたこの前の電子書籍が本になりましたどうぞお込みください私からもおすすめします食べながらですいませんうんうんじゃあそんなところですね、うん、実はホリエモン神道に私ねお金を払ってます 利用料金です堀江さん堀江海さんの生セミナーが毎月ありますうんおいしい、うん、すみません今日は終わりでございますおかえりさんすごいですよね だからおかえりさんも昨年の年末にことを始めてすぐに収入ね10万とか20万とかボボンって上げてそれを書籍にして販売ということでトントン拍子ですよね50代の女性の方で2人のお子さんを育てるシングルマザーでも生活困窮から バーンと脱するといううつ病でありなんかね寝たきりだったと言ってましたけどもね寝たきりでも子供2人を育てるためのビジネスはできるそんな時代でございますノクさん私は格闘家ではありません自分で言うのもあれですが中学生までは少年キャラでした高校生からキモキャラですキモキャラ最近はでも 気可愛わいいってこともありますんで。いや、香港スターでしょ。ああ、ちょーみたいな感じでね。私は何も変わってないな、あやさちゃん。あやさちゃんね。動画面白いんですけどね、私はね。私は結構ね、あやさちゃんの評価高いんですよ。<laughs> すごい人だなぁと思いますよね。楽しいしね。なんか、こうですね。あやさちゃんのこの声のトーンが、 私の耳に心地いいんでしょうね耳とか心にン、うん、さんホリエモンの情報をカスタマイズまあ堀江さんに限らずねあの高橋洋一さんとかねあと常念塚津さんとかねうん,なんかいろんな方の情報をカスタマイズしてますあとはね陰謀論者の話とかもカスタマイズしてますねいやディープステート面白いんですよ トランプ大統領がこの世界を救うとかね。で、ロスチャイルドの手が回ってるとかね。ロスチャイルド回してないってその暇じゃないんで。大体ロスチャイルドが世界のお金を動かしてるのになんで今更戦争を起こしてお金儲けようとする必要があるのお金すればいいわけなんで。ロスチャイルドお金作る発行権があるわけですから、彼らは。<laughs> その辺がね、なんかね、陰謀論者ってのね、矛盾をね、い意に介さずにどんどん話し進めてくれるんで、 もういちいち矛盾追求する気がなくなるぐらい新しいストーリーが出てきて面白いんですよ。でそもそも今回、まあ、ロシアとね、あれの戦争っていうかね、ああいうのありますけども、あれ、ことが起きてからいきなり言い出したんですよ。いや、そんなに昔からこういうふうになってくるっていうんだったら、じゃあ、5年前とか8年前に、こういうふうに将来になるよみたいなことをずっと陰謀論で話してくれたらね、まだ良かったんですよ。ことが起きてから実は昔からこうだったんですとか言ってからて、ね。<laughs> いや、面白いですよ、そういうの。でもね、あえて悲惨なことが起きてるのをね、なんかその、妙なね、自分の理屈を通すための材料にするのはちょっといただけないと思いますよね。まあ、言論自由の使い方にもちょっと限度があるんじゃなかろうかと思う日々でございます。ノクさんの Facebook は事細かく見ております。あやさあちゃん、ノクさん、仮面を外すとかなり顔立ち整っています。いわゆる美男子。おおお。<laughs> きょみさん、先日は電子書席から、 相談者が来られてましたよと。子供さんはもうバリバリ仕事もされてるし、良い感じです。すごい。ノクさん、ありがとうございます。昔の話です。中学まではと唱っていました。あやさちゃん、今10年デボヤジ。お互い様でございます。ノクさん、戦争は新しいビジネスチャンスです。世界中の感覚。うん。えっとね、これね、あの、まあ、いろんな説があるんで、一つのね、考え方と思って聞いていただきたいんですけども、実は戦争って起きない方が、 ビジネスとしては伸びなんでねビジネスになるかっていうと戦争が起きないから戦争ってビジネスになるんですよ。まあ、例えば北朝鮮あの飛翔体っていうかミサイルを日本海にバンバン撃ってますよね。あれはなんでかっていうと30年前ぐらいに作ったあのミサイルがもう古くなってきてるんで本当は解体して廃棄しないといけないんですよ。でも解体して廃棄するお金がないんで飛ばして海に沈めてるっていう要するに不法投棄してるんですよね。 だから、ここ1年、2年って不法投棄が多いんですよ。あれはどっかを狙って、なんかね、脅すために撃ってるわけじゃないんですよ。それは副次的な効果であって、本当はゴミ処理の問題なんですよ、北朝鮮はね。だから定期的にこれからも上がってきますし、その事情が分かってるから、遺憾の意を発信するだけで、あの他のよく分かってない人のね、なんか陰謀論みたいな人に比べては、あの私もそうですし、日本政府もあんまり相手にしてないんですよ。 まあ北朝鮮の脅威はね、どっちかっていうと、これから本格的に始まるかもしれないってことです。ございますけども、もしかしたら北朝鮮に資金援助していた、あの国とかこの国とかがもうできなくなってくるんで、もしかしたら北朝鮮、国自体が難民になるかもしれないかな。と。防発する危険はもうほとんどないですからね、で、戦争がなんでビジネスになるかっていうと、あの、なんですかね。まあ、軍備を増強して、 戦争が起きないとなると、やっぱ老朽化もしてくるしで、戦争は訓練が必要なんですよね。で、訓練したら1年ぐらい経ったら新しい武器がまた生産されてくるんで、古い武器を他の国に売って、中古で、で、新しい武器を備えるんで、その需要はずっと起きてるんですよ。しかも、相手の国の軍備増強っていうのを勝手に想像して、じゃあそれに対抗して予算上げていくんですよね。装備も変えていくんですよ。 だから基本的にあらゆる国が軍事費ってのは上がっていってるんですよ。戦争もないのに。で、戦争が起きちゃうと何が起きるかっていうとあの、あの、兵器が売れる以上に破壊されたものを再構築しないといけないから、実はマイナスなんですよ。ね、あの、今回もね、ウクライナの軍事復旧に、なんか70兆円ぐらいが必要だみたいなこと言われてましたけども、お金以上に修理をするために集まるね、 人とかリソースとか原料とかが必要になってきて、実際にはお金だけでは済まなくて、ものすごい長い期間がかかるのと、あとは、あまりにもね、ボロボロになってしまった国家ってもう、復旧させるのことが不可能みたいなね、ことになってしまったりとか、いや、すごいことになりますよ。で、そう考えていくと、例えば、これを機会にアメリカが儲けてるみたいな、そんな考え方ありますけども、アメリカ全体としては大損害ですからね、これは。 無人像に自分のところの、その、兵器とか予算を出さないといけないですからね。運搬費も相当なもんですからねで。大マイナスですからね。大マイナスだから増税しようかみたいなことになったり、インフレ率を上げようかみたいなことになって、結局、うー、まあアメリカ中で負担を負ってるんで、まあ長い目で見たらね、それでも、例えば、ジャベリンとかっていうのがね、 今回すごく有名になっちゃったんで、あれは世界中でまた売れると思うんですよ。そういう形でビジネスチャンスは現れてくるんですけども、長い目で見たら儲かるんだけども、長い目で見たらね。短い目で見たらね、戦争なんて起きない方がみんな儲かるです、うん、まあ人も死にますしね、戦争になったら。たら遺族年金でものすごい赤字ですよ、これ。だって1000人とか2000人という単位でお亡くなりになって、そしたら、 国ととしししてても軍人に対して保証なないいいけないですからね。遺族年金ってものすごい金額になるんでそれこそ戦争なんて起きずに軍人が定年退職してもらった方が年金は安く済むわけなんですよ。うん、まあこれは一つの説ですよ、うん。私はそういうふうに見てるかなというところです。少ない情報の中でね。でもしかしたらあの、まあ、J さんとかね詳しい方とか別の見解もっと深い見識持ってるかもしれないんでそうじゃないですよっていう感覚ではないんですよ。 私が見えてるところはほんと限定的なんでね。で、清ミさん、声なら綾やちゃんの声も長見系だし、先生の声は松山 GR 系だと思います。ありがとうございます。<laughs> あやさちゃん、全部イルミナティの陰謀にしておきますか。イルミナティも最近はね、あの、あんまり資金繰りが悪くって、結構イルミナティのメンバーバイトとかしてるみたいですよ。この前もイルミナティジャパンのメンバーに会ったんですけども、派遣労働してましたよ。<laughs> いや、もうイルミナティのメンバーなのに、なんでそんな金がないんつっ,ったら、いや、結構会費高いんすよ、とか言って、<laughs> どんな陰謀組織だイルミナティって思っちゃうんですよね。えー、アイサちゃん、きよみさんありがとうございます。きよみさんのナノちゃんが代弁するシリーズの、まるまるにゃーっていうのが癒しです。きよみさんの声が素晴らしいですね。はい、えっ、ー、と、ジェイさん、ロシア産の軍備は世界レベルです。あロシア産のね、鮭とかね、あの、カニは世界レベルですよね。 ロシアさんの、そうですね。世界レベルってのは、どこなんでしょうね、世界レベルの軍事っていうのは。なんか先進国の、うんまあ、軍装備ってのは、潜水艦あり、空母ありみたいな感じですけども、まあ、けどね、世界平均的に見たら、軍事力ってのは、まだあれ、竹槍出っ歯の方が多いのかな。うんどうなんですかね。 まあ、物騒な話ですけどもね。まあ、けど、私はいつもね、ルワンダとかね、コンゴのことをいつも思うんですよ、うん。この辺はレアメタルを取り合って、先進国がスマートフォンで使うためのレアメタルっていう鉱山を取り合って、600万人十の方が、600万人十の方ですよ。この10年でお亡くなりになってるんですよ。でそれに比べたらって言ったらね、比べちゃいけないんですけども、今回のロシア、ウクライナってうのは、うん、規模こそ大きいんですけども、 単純比較はできないんだけども、まあ私が思うところね、黒人の社会で何人死んでもあんまりニュースにはならないけども、白人社会で騒ぎが起きるとこういうふうなことになるってことで、まあ命の重みにはちょっとね、差があるなと感じるばかりでございます。えー、あやさちゃん、久保さんのトークは中毒性があるので <laughs>、このサブチャンネル伸びていくような気がします <laughs>。ね、シャブ漬けにしてやるみたいなね、会社がありましたけどもね。 右も左もわからない田舎から出てきた女の子を牛丼漬けにしましょう。田舎から出てきても右や左はわかりますよ。<laughs> だいたい牛丼漬けにならないって。牛丼漬けって言ってもせいぜい週に1回食べたら牛丼食べ過ぎてませんかって言われるレベルでしょ。そんなね、いいじゃないですか、何食べたって。であと、なんかね、高い飯をおごってもらったら牛丼食べなくなるってそんなことはないですよ。 高い飯をおごってもらったらおごってもらえない日は牛丼なんですよやっぱり <laughs> 毎日毎日おごってもらえないしおごれるようなね身分の男性もそんなにいないですからねあいさちゃんロシア産の縁側が高くて買えなくなりました昔はやすかったのになお寿司のネタが減ったわうん確かにねまあお寿司ってもともと高級品だったじゃないですかでもこの20年30年で回転寿司のおかげでお寿司って100円みたいな ダイソーみたいになっちゃいましたけども、もともとはお寿司って、やっぱりね、それなりの時にしか食べないようなもんだったと思うんですよ。日本人がお祝いごとお葬式お寿司みたいな、ね。それ以外はお寿司なんて、海苔巻きぐらいだったと思うんですよ。うん、ですんで私もね、お稲荷さんを食べようかと思います、これからは。ね、お稲荷さんで言うとまたね、いやらしいことを考えるような人がいるんですけども、何を考えてるんだと思います。いちいちね、ぶっかけとかお稲荷さんをそういうことに結びつけて、 けしからんとかいうやつがけしからんですよ。こ <laughs> んなんね、ぶっかけとか言って、ぶっかけうどんでそんなこと考えますもうねな、何を言ってるんだと思いますよね。<laughs> まあ私は個人的には考えますけどね、それは。<laughs> えー、潤さん、吉野家牛丼、冷凍食品やりますよ。お美いしいですよね、やっぱりね。はい、じゃあ私はぶっかけます。<laughs> ナイスです <laughs>。もうでもね、やっぱあやさちゃん、あれ。 あんまり連発するような言葉ではないんですけどもそこそこね男性も女性も年齢を重ねればまあ言わないまでもねぶっかけは経験するしお稲荷さんも経験すると思うんですよただそれをねなんかその事業者さんのキャッチコピーとわざわざ結びつけなくてもいいじゃんそれは心の中で結びつければいいんですよ事業者さんもそれもちょっとねユーモアで分かる人だけに届けてみたいな感じだったのに今回の件で 分からなくてもいい人にまで意味が分かっちゃったじゃないかみたいなね。うバカ野郎みたいな感じですよ。あれは、隠語だから面白かったのに、もう、もう面白くない、もう面白くないってなっちゃうんですね <laughs>。なんか昔ね、カップラーメンの種類で、ゴンブトうどんっていうのがあったと思うんですけど、あのゴンブトもちょっとね、私は思うところありましたよ。当時、高校生ぐらいだったんですけど、ゴンブトとかよく作ってきたな、みたいなね。 さあ、この前ね、与沢つばさんっていう方がいらっしゃるんですけども、ツイッターで、あの、ゴンブトのバイブを買ってきたとか言ってからね、<laughs> ゴンブトのバイブとかやって、面白いこと言ってましたね。<laughs> 懐かしいな、みたいなね。もう、ゴンブトなんで表現はもう今、誰も使わないですけどね。まあ、ちなみに、ガチンコっていう言葉が今ね、すごくガチでとか言いますけども、もともと、あの竹原さんのボクシングのガチンコファイトクラブから来てますからね、それまではガチンコなんて言葉誰も使ってなかったんですよ。 まあ、そのうちガチンコもなんかあれでしょ。なんかね、ガチンコも <laughs> 放送禁止用語になるでしょ。なんとかかんとかガチンコみたいな感じでね。ゴンブト大好きでしたね。ねえ、あれもね。だからゴンブトっていうところを、なんかそう、いやらしい表現で使えるときもあるけども、大部分は太くて美味しいうどんって意味なんで、別に太くて美味しいなんかゴンブトのなんとかみたいなことを想像したくていいような気がするんですけどね。まあ、あの、 インゴの面白さでございました。またなんかね、私たちもね、なんか新しいインゴを作っていきたいですね。じゃあ今日はこのぐらいにしましょうか。本当に長くお付き合いいただきましてありがとうございました。ちなみにエクシアっていうのがあったんですけども、エクシアの動画もさっき2本ほど上げさせてもらいました。エクシアには私は参加しておりません。誘われましたけどもね、確かにね、そっか塾の熟成さんでもエクシア、早めに参加した人がいて、久保さんむっちゃ儲かりますよって言ったんですけどもね。 儲かるからこそ私はやらない、それは。なぜなら自分の力で儲けるもんではないからです。私がやってるのはビジネスですと。そして、FX を使って儲けるというね、エクシアっていう、そんな振り込みでしたけども、私の裁量でやってる FX が信用なくすからやりませんっっ <laughs>、うん、ガチンコは方言ですからガチンコはね、業界用語なんですよ。もともとは相撲で、 あの八百長じゃない本物の勝負のことをガチンコ勝負って言ってたんですけどもそれを取り上げてガチンコっていう番組を作ったらガチンコっていう言葉がねものすごく流行ったんですよねでそれが今にも至ってるって形でございますだから業界用語が一般的ににななるるっていうのはたまにあるんですよねなんか恵方巻きみたいなのも、うん、まあほんに限られたところでしか使われてなかった言葉なんですけども今あれでしょ2月になったら恵方巻きで寿司が余って問題なくてたでしょ だからちょっとしたことでブームって起きるんで、まあ何がね、災いするか分かんないですよね。はい。はい、あやさちゃん。黒光、ちくわ、きゅうり、爆笑です。まさに。<laughs> まさにね。あの、おたんこなすってのもあれ、隠語ですもんね。おたんこなすって馬鹿にすることがあると思いますけども、あれは、おたんこみたいななすびのこと。要するになすびってなんかね、丸くてちっちゃい、なんか団子みたいな。 ナスビのことを指してお前のあそこは男性に対してねお前のあそこは単勝法敬だみたいな言い方なんですよおたんこなすおたんこなすっていうのも実はねあのインゴから来ている <laughs> なんか言葉だということでございましたまあ言えばキりがないですよそれこそね何にも日本語喋れなくなっちゃいますいちいちこだわっているあんまり露骨なのはね そういうのが許される場面にすればいいと思うんですけども、ただ逆にね、どんな言葉もそれに結びつけて、けしからんっていうやつはけしからんですよ。それこそね、何田舎から出てきた女の子が右も左もわからないなんて、江戸時代か。<laughs> なんでこのね、令和の時代にね、田舎から出てきただけで右も左もわかんない若い子がいるっていうふうなことをね、言葉通りに真に受けるかってことなんです。そんな人いませんからね。職員は保護してもらえた。そう そういうね、なんかね、ギャグというか、ユーモアのセンスと捉えればいいんじゃないかなと。いちいちね、それを、なんか、使うな、やれ、男女差別だっていうことではないと思うんですよ。田島洋子さんじゃないんだから。じゃあ、いってらっしゃい。